今回お邪魔したのは東海地方で20店舗を展開する立屋の矢事店。去年11月にリニューアルし、多い日には2000人が訪れる人気の店舗。取材をした日はブロッコリーや白菜を格安価格で販売していました。お肉や魚に加え乳製品もこのお値段。値上げが続く今、嬉しい家計の味方です。おなじみの激安スーパーを舞台にウォッチングスタートです。早速午前10時のオープンを待つ行列が。市場に並ばれてますけど、はい、今日何かお目当てあるんですか？お魚のアラがちょっと安く新鮮なものが手に入るので、量が多くて安いので。朝市に来ると鮮度だけではなく安さも魅力だといいます。どういうことなんでしょう？10時です。オープンしました。オープンと同時に女性は店内へ。歩くのが早い。脇目も振らず鮮魚売り場へ。これですか？すごいでしょ。朝市なのにタイムサービスですか？お目当てはタイムサービスの鮭のアラ。こちらのお店ではいつ来てもお値打ちにという思いから朝市にタイムサービスをすることもあるんです。そうなんですね。朝市か夕方がやっぱりそこが。タイムサービスの時間をきちんと把握。常連さんならではの買い物術です。こちらの女性も朝市に来店。野菜スルーしましたね。向かった先はミニトマトの売り場。一パック取ったところで再び歩き出し、卵を一パック、買うと決めたもののところに一直線ほぼほぼ、はい、そのままレジへ。わずか2分で買い物終了です。家のものは買わないです。結構大きめの袋に。大量に買うときは、そう、大量に買うときは入らないと嫌だから大きいやつで一応持ってくるけど、はい、まあ、買うものがなかったから今日は。この意志の強さも立派な買い物術です。ちなみにミニトマトは息子さんの大好物。幼稚園から帰る前にと朝市に買いに来たそうですよ。洋食店を営むこちらの男性も朝市狙い。新鮮さがいいのかただ朝はお客さんが多く競争率が高いため、希望の食材をゲットするのが大変なんです。そんな中、男性の買い物についていくと、野菜、鮮魚、精肉売り場を巡ったら。野菜もう一回買うんですか？まだまだ行きます。もう一度野菜売り場へ戻りました。一体なぜ？まあ、この辺なんかもう本当にどん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 あそこからどん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 出てくるんで、魚はやっぱあそこにあるやつなくなったら大体終わりなので、はい、ありそうだなって思うものは、ね、まあ、後に残しといて、今日見といて後回し見て。スタッフの作業を見ながら野菜は随時補充されると推測。なるほど。競争率の高い食材から購入しました。鋭い観察力です。カゴ4つですね。もうそのうち1つはカゴから溢れてますね。お一人でカート2つに買い物カゴを4つ乗せている男性。カート2つ今日は何の買い物ですか？季節の買い物です。グループホームの入居者とスタッフおよそ20人分の買い物、店内を駆け回ります。手際がいい。5分ほどで買い物を終えました。このスムーズな動きに買い物術が隠されていそうです。
これ買い物のメモですか。並んでる順番で果物から野菜から、はい、お店の配置で。そういうこと。なんと店内の配置図を用意していたんです。どこで何を買うかをメモしておくことで時短になる。お見事な買い物術ですね。無駄な動きがないですよ。10時に来て10時半までには施設に戻ろうかなっていう。あ、ドアツードア30分ぐらい、せっかちなわけじゃないんですけど。グループホームの入居者との時間を大切にしたいとの思いから、ルーティンワークを早く終わらせるように意識していて、冷蔵庫に入れる食材の位置も全て事前に決めているそうです。さあお次は、かわいい赤ちゃんと一緒に買い物に来た女性。向かったのは乳製品売り場。ヨーグルトを4つ買い物かごへ。はい、高いですよね。もうヨーグルトいっぱい買いますね。そうなんですよ。なんかお買い得のヨーグルトがいつもここに並ぶので、はい、お値打ち品をまとめ買い。これはおなじみの買い物術ですね、うん、でもたくさん買うとレジの後赤ちゃんを抱っこしながらの袋詰め、大変じゃないですか。いや大変。なんかもうマイカゴなのでスッて帰れるんですね、はい、そのまま行けるので、この子もいると結構大変なので、はい、自分のカゴを持ってくることで買ったものをレジでそのまま詰めてもらえて手間いらず、知る人ぞ知る買い物術です。続いてはレジで張り込みをしました。すると段ボールいっぱいの食材を買っている女性2人組を発見。何を買ったんですか。明日のね、はい、この食堂の材料です。この量で何人分なんですか。110人ぐらい。110人ですか。買い物で何か意識されてることってありますか。でも支援してくださる方がどんどん増えているので、あのお米を持ってきてくださったり、地域 の農家の方は野菜を、旬の野菜をくださったり。すると取り出したのは買い物リスト。三色マムルをやる予定だったのが、はい、大根をいただいたので、はい、カニカマとワカメをね、はい、入れたマムルにしようっていうことになったんです、はい、健康点が書かれてるっていうことなんですか、ね、はい、もう臨機応変にいろいろ対応されて作ってるんですね。普段ね家庭で作ってるから、はい、それで、はい、もらったものを積極的に活用し、買い物の量を最小限に。高い主婦力の買い物術です。ちなみに翌日の子ども食堂には121人が集まりました。大盛況だったそうです、ね、雨が降ってきました。東海テレビすると一組の夫婦が、雨の日に降ると少し安いような気はするんです、はい、え、そうなんですか。それで狙ってきたんですか、ね、うん、雨の日だと来る人が少ないと思って安くされてるのかなっていう気がするんです、はい、なるほど。雨の日は値引きが期待できるという女性、本当なんでしょうか。店長に聞きました。やっぱりお客さん少ないもんですから、朝から各コーナー雨の日特売っていうのをやったり、やっぱり商品がどうしても余っちゃうよりは売っちゃう方がいいので。奥様の見事な洞察力、雨の日を狙う意外と知らない買い物術です。さあ激安でいきます。午後4時を過ぎると始まりました、タチヤ名物のタイムセール、通称テープ巻き。赤は108円、黄色は162円均一のまとめ売りです。割引スタートのタイミングでやってきた女性、野菜を次々とカゴの中へ入れていきます。これ狙いです。毎回この時間です。向こうの公園で遊んで、その後スーパー来るっていう。全部が全部一定に上がってるんで、食費が。テープ巻きの時間から逆算して行動、食費を抑える買い物術ですね。ちなみにこの日の夕食はテープ巻きで買ったものを使い、肉巻きアスパラ、ミネストローネなど全4品、
家族3人分、およそ1000円で完成です。美味しそう。しかも続いてはこちらの男性、周りをあまり見ず店内を巡っていきます。最低限の滞在時間でこの辺あまりも見ずに必要なもののところに一直線という感じですか。そうですね。無駄なく必要なものだけを買う、こちらもおなじみの買い物術です。すると突然スマートフォンを取り出し何やらチェックを。買い物リストを取り上げて。ああ、そうなんですか。アプリですか。アプリで Amazon の、はい、あのアレクサアプリ、アレクサに買い物リストをこれ追加してって、これもう見て買ってきてっていう感じで。ハイテクですね。買い物リストを奥様とアプリで共有していました。リストは随時更新ができるため、わざわざ夫婦でやり取りをしなくてもアプリを見るだけで今必要なものをチェックできるんです。無駄を省いたハイテク買い物術を駆使する男性、冷蔵庫はどうなっているんでしょうか。気になります。お家にお邪魔して見せてもらいました。お邪魔します。すっきりされてますね。基本的に保存が効くやつばっかし買ってるんで。何がどこにあるのか分かりやすくなっています。これなら使い忘れの心配もなく、何が足りないのかも一目瞭然。すると今もあ卵忘れたって気がついたんですけど足りないものは奥様とアプリで共有。これとアプリが買い物リストに卵を追加して。何を追加しますか。卵。卵を買い物リストに追加しました。いいですね、楽天。そんな感じで書かなくていい。すごい。無駄を省く徹底ぶり、そこにはある思いが。実家で食べ物を無駄にしちゃダメって育てられてるんで、そこはね、少しでも傷まないように、もう全部なるだけいつでも使い切れて、でも保存が効くものはストックされてて、コロナとかそういう有事があっても困らないようにっていうのは、保存が効く食材は結構選んでるかもしれないですね。